はい、皆さんこんばんは。第329回しゃべくりまっ白の時間がやってまいりました。今日のまっ白はですね、朝からちょっと曇り気味でございましたけれども、少しやっぱり暖かいという感じですね。まあ、あの山陰、と比べるとですね、雪の量も全然ありませんし、まあ、あの山陰の方は大変だなというふうに思います。頑張ってやっていただきたいなというふうに思います。さて今日のゲストをご紹介いたしますけれども、昨年行われました大観戦国の絆信州松代真田大博覧会2016実行委員会事務局、担当でですね、長野市観光振興課、松代担当で松代支所に常駐されております、金沢敦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、初めに金沢さん、まあ、松代に常駐されてはいるんですけども、市の職員として何年ぐらい経つですか？私平成13年に入庁しておりますので、はい、今年で16年目になりますね。なるほどね。まあ、この今回こういう真田大博覧会、この関わったっていうんですかね、どういうふうにあれだったんですかね、関わられるような形になったのかっていうのはちょっとお話しいただけますか？そうですね、私、5年前に観光振興課に配属になってから3年間は北陸新幹線の延伸の関係の事業を担当しておりまして、で3年を終えたところでですね、もともと私は真っ白が好きで、真っ白の担当になることを希望してたんですけども、念願かなって真っ白に配属という、真っ白に担当ということになったなりまして。これあれですかね、やっぱり自分でこう言っていればなかなかなりそうですか？そうですね、まあ、ずっと言い続けてたっていうのもありますしね。わかりました。まあ、あのこれがね、大博覧会の一応のパンフになるんですけれども、まあ、この真田丸の NHK でやって決定して、こういう真田丸真っ白に関係関わるっていう形になったんですけど、その時の気持ちっていかがですかね？そうですね、あの真田丸の放送が決定したのは確か平成26年だったと思うんですけども、まあ、当時はまた別の業務があったので、あんまりそんなに、真っ白に関することに、そんなにこう深く考える余裕っていうのはなかったんですね。ただですね、もともと真っ白に思い入れがありますので、真っ白にとってチャンスだと思いましたので、何か具体的にいろんなことができればいいなと思ってましたし、それにちょうどまあ善光寺の御開帳があってですね、その翌年になるんですね、放送が。でこう観光としては、まあ御開帳の後っていうのはかなり落ち込みを見せる時ですので、長野市にとっても非常に追い風だなとは感じていました。ぜひまあそういった仕事を携われるものなら携わりたいなとは思ってましたね。まあ、これはあの、真っ白でもそうですけども、いろんなの立ち上げた時に、まあ、いろんな苦労があったと思うんですけども、その点もちらっとちょっとお話ししていただければいいかなと思うんですけども、これまあ一応実行委員会 の名簿でありますけれども、まあ、一番上が一応顧問っていう形で真田信行さん、あれですね、ご当主ですね、10年当主ですけども、まあ、その後加藤市長さんね、会長さんになられて、あとはずっと、まあこれも住民自治協議会の会長さんもあったりとか、商工会議所もあったり、ね、エーコールド、夢空間、それから文化祭ボランティアの会、あと商店街連合会みたいな形もあって、あと自治協の関係ですね、あと商工会議所もずっとあったりとかっていう形になりますね。であとはコンベンションビューローも関わっていますし、教育委員会、あとここもあれですね、 NHK 長野放送局、それ新米さんという形ですね、オブザーバーとして加わっていただいた、なるほどね、まあ、結構これだけの人数がね関わっていらっしゃるっていう形で、まあ、この関わる中で事務局っていう形になりますけども、商工観光部の久保田さんが事務局長、あとはまあこういった私どももひっくるめて、こういうでこの中に金沢さんがこういうふうにあるという形になりますけれどもね、これだけの人数でいろいろと関わって初めて大博覧会という形になりますよね。あとこれ、なんですかね、こういういろいろとこのやっていただいたんですけども、何チームぐらいこれあったんでしたっけね、大博覧会のこのあれっていうのは。チームというか地元の団体のでっていう形ですかね。そうですね、まあ、あの基本的には今ご説明したみたいに、ゆきとしさんが名誉顧問ということで、
それ以外には地元の真っ白地区で言えば住民自治協議会、うん、推進機構、はい、それと区長会、はい、誘客対策実行委員会ですとか、はい、三田さん の, あの NPO 法人夢空間ですとか、はい、イコールド真っ白クラブ、文化財ボランティアの会、商店街連合会ですとか、うん、音楽協会、文化芸術協会や商工会議所真っ白支部とか、まあ、11団体の皆さんにご参画いただいて、はい、この実行委員会を構成しているということですね、はいはい。まあ、あと何ですかね、これ特別なあれなんでしょうけども、今回あの初めてっていう形ですね、大博覧会のあれなんですけどもライトアップなんていう形で、今善光寺でね、ライトアップはやってはいるけど真っ白は初めてだっていう。そうですね、今回まあその大博覧会ということで、はい、こういったあのチャレンジ的な企画っていうのも非常に、うん、実施することができてですね、特にこのライトアップは成功した事例で、非常に、6日間で2000人、約2000人の方にお越しいただきまして、ね、本当にヒットコンテンツになりましたね。でも逆に言ったら真っ白の人も来たっていう形になりますね。そうなんですよ。で、まあ、もともと戦略としてそのお盆期間中に帰省されている方なんかを対象に、はい、やるっていう、まあ、そういったまあ 目的というか狙いがありましたので、はいはいはい、本当にその狙い通りにお越しいただけたということと、うんうん、それとあのこれにお越しになられたまあ年配の女性の方に声かけられたんですけども、うん、その女性の方なんかはあの地元の方なんですけども、うん、初めて三和亭に入ったと、うん、で本当に綺麗でよかったなんて声かけていただいて、ああ、そうです、まあ、本当に多くのお客さんにお越しいただいただけで、ええ、あの感動してたんですけども、うん、そんなお声もいただいてですね、うん、自分としても非常にまあ感動しましたし、ええ、それだけまあ地元の資産を地元の方が見直すきっかけになったという意味でですね、うん、本当に意義深いいい企画になったなと。なるほどね、ええ、うん、まあ、これも結構あるんだけど、まあ、お金もかかることなのでねそんなにたやすくはできないとは思うんですけども、今年もなんかやる予定でいるんでしょうか。そうですね、あの、はい、信州ディスティネーションキャンペーンが、はい、7月8月9月で、はい、開催になりますんでね、うん、その期間中にまた今年と今年平成29年、うん、9年も同様にですね、うんうん、お盆期間中にライトアップを開催する予定になってますね。ああ、また人がたくさん来そうですね、ぜひ期待したいと思いますね、あとまあこういった小松姫の募集っていうのもありましたよね、はい、あの小松姫自体そのなんていうんですかね、対外的に PR するための親善大使という位置づけで、うん、こういったあの取り組みをしてますので、うん、基本的な業務としましては、はい、真っ白推進機構になっていただきました。ああ、なるほどね。で私は携わってた部分としましては、うん、あの初回の募集とですね、それと選考を、うん、行いました。なるほどね、はい、でまあマスコ、まあ、本当に言い方悪いかもしれないですけど、こうマスコット的な、うん、存在になってですね、はい、あの効果的な PR ができるようにということで、うん、そういったまあ目的で親善大使というものを作ってはいるんですけども、もう我々が期待した以上にですね、お二人とも活躍されていて、例えば、まあ、あの平田さんなんかは、はい、あの小松姫御膳ですか、はいはい、そういったものを作られたりだとか、うん、で牧野さんはご自身でまあ農業をやられているということもあって、小松姫の小松菜なんていう商品なんかも開発されてですね、うん、非常に広がりを持った活動をされていて、うん、非常にこう我々が期待していた以上の効果を、うん、お二人はあの担っていただいたんじゃないかなと思っています。うん、なるほどね。まあ、この笑顔を見ていただくとね、あのいいかもしれませんけどね、はい、あれですかね、これあのこういう関わった時の意気込みだとか、成功裏に終わった現在のこの気持ちの違いとかって何かあるですか。そうですね、あの、うん、始める前と今とではそんなに大きな気持ちの変化はなくてですね、うん、やはり今も同じように、始める以前と同じようにですね、真っ白まだまだこれからこう盛り上げていかなきゃいけないなっていう思いでいますし、うん、あ、なるほどね、はい、やっとこの大博覧会が終わったところでですね、いろいろこう真っ白町も認知されてですね、はい、むしろこれからだと思いますので、なるほどね、まあ、これから本番だっていう形になるか ね、 そ, うですね、そんな気持ちでいますね。なるほどね、わかりました。まあ、あとあれですかね、この今ここにもちらっとあるんですけども、こういう形で、まあ、見ていただいて、まあ、こちらの方がですね、松代城、これが宝物館、これが真田邸、それから文部学校みたいな形ですけども、まあ、あの宝物館なんかはね、通常でもう NHK プライズと、宝物館なんかはこれ
まあ、実際に実物を展示するっていう形になりますけども、まあ一番この何ですかね、まあ、外人さんも来られたりとかっていろんなものが方来られたりなんかしてて、その体験するっていうのは結構ね、何ですかね、喜ばれたっていうのはちょっと聞いたりしてるので、その点ちょっとまたご説明お願いできますか。そうですね、まあ一応今回それぞれ、今ご説明あった4つの施設をパビリオンに見立てた大博覧会を開催するというコンセプトで行っていまして、で今おっしゃられたその体験につきましては、主にですねこちらの文部学校ので開催しまして、一応文化体験館という位置づけにしてましてですね、いろんな体験メニューを用意してました。でまあ、もともと真っ白2004年にあのエコールド真っ白を立ち上げの時にですね、こういった、まあ、いろんなプログラムができてですね、もともと真っ白のこう培ってきたその体験というものをですね、今回より PR して、さらに、まあ、あのなんていうんですかね、充実させたものに、していったという作業になったんですけども、中でもその真田邸茶会がですね、非常に、まあ、あの人気を集めまして、特にこう事前予約なしで、どなたでもあの土曜日に来られた方については参加できるという、まあ、そういったスタイルだったもので特に良、かったんだと思うんですけども、多い時で50とか60に参加されたりしたんですか。なるほどね、まあ、こういうあの大博覧会、まあ、一応成功率に終わるという形なんですけど、今までの中でいろんなその打ち合わせから何からっていろいろあったじゃないですか。あのそういった時 の, そのいろんな資料作りだとかなんとかって、私らも一応参加してるので、こういうこれだけの厚さのものを一応もらっていろいろとねやったんですけど、これ資料作りってどうです。資料作り自体は非常にまあ大変は大変ではありますね。だいたい30ページぐらいのボリュームの資料毎回になっていましたんで、で全16回ですか。そうですね、開催してまいりまして、まあ、資料作りは大変であることはまあさることながら、まあ本当にこれ毎回毎回3時間の会議になってて、もうボランティアで参加されていた皆さんなんかは本当根気強く参加いただいて、本当に頭が下がる思いでしたね。わかりました。まあいずれにしてもこういったその中でもこういうあの発表ですとか旗ですとか、まあそちらにあるポスターですとかっていうのもみんな金田さんもある程度絡んでやってたんですけど、こういったところあの見たときにどうですか。この、まあ、調整役もしなきゃいけないし発注もかけなきゃいけないですという形もあるんですけども。そうですね、特にその真っ白っていろんな団体がありますよね、でそういった皆さんが本当に熱意を持って取り組まれているんで、おそらく同じこう方向に向けばすごい力を発揮すると思うんですね。ですのでそういった皆さんがこう同じテーブルの上で情報共有し合える、そういったあの会議が必要だなと思っていて、先ほど話したこの16回の会議になったんですけども、その中で皆さんからこう本当にいろいろ意見をいただいて、こういったものができてきて、で当然まあ皆さんがそういったあの会議を重ねる中で決めてた絵柄だったりするんで、それぞれ愛着を持って、ね、使っていただいて、本当に良かったなと思いますね。まあ、私らもそうなんですけど、これもねあの一過性じゃなくてこれからも使えるよっていうのでね、そういうコンセプトで作っていただいたっていうこともあるんでしょうけどもね、まあ、あの続いて使えればいいかなっていうのはありますね。まあデザイン的にも結構綺麗なあれですのでね、これから活用できればいいかなっていうふうに思っていますけどね。あとまあだいぶちょっと時間あれになってきたんですけども、今後まつるに対しての希望とか思いとかってあったらちょっとお話しいただけますか。そうですね、あの今回真田大博覧会を開催して、まあ、本当に課題が浮き彫りになってきたんですけども、その課題が出たっていうのが本当に非常にまあ成果だと思うんですよね。でこの真田丸ってドラマがやっている時に、ドラマが開催してお客さんがまあ間違いなく来るっていう時にできなかったことっていうのは、将来的にいつかできるだろうって楽観視できないと思うんですよね。何かしらの手立てを打ってその課題の解消を向けていかなきゃいけないと思うんですけども、今回特に私が感じたのが、あのボランティアでこの駅舎に参加いただいたりとかですね、真田丸ショップを運営していただいたりとか、そういった本当に地元の住民の方々 の, その住民力みたいなものは非常に強いものを感じたんですけども、
今後さらに発展を考えていく場合には事業者の力っていうのも非常に必要不可欠で、そういった部分の力を今後つけていかなきゃいけないなと感じていました。なるほどね、まあ、これも一つの試金石じゃないけども、まあ、テストパターンみたいな形になるですかね。わかりました。まあ、今日はあの時間ちょっとあれなんですけど少なくて申し訳なかったんですけど本当にすいません一旦だけ一旦だけお聞きして、お忙しいところを終えていただきました。まあ、またマッスルのこともね引き続いて、応援していただければありがたいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。三田さん、はい、素晴らしい。いや私もね、ええ、ずっとねほら宝物館じゃない町だサラダテでサラダテいたんですよ、はいはいはい、だけどね私もねわざわざね、うん、そのライトアップ見たの、見た、素晴らしかった、うん、昼間見る姿とね、うん、素晴らしい、違うでしょう、全然運転のさ違うでしょう、うん、感激しましたよ、ね、うん、まあ、今年もまたやるって言うんで、ま、お金払って見てくださいね。いや金払って見たんだよ、うん、そうだね、そうだよはい、はい、そういうことでね、はい、来週はね、うん、またしゃべくりまっしろなんですけども、うん、地歌舞に見せられてっていうのでね、うん、あの担当ね、うん、山本香織さん来てるから、山本さん、うん、いらしてますね。久しぶりです。いやもう久しぶりで来週よろしくお願いしますわ、はい、かりました、ね、はい、どんなお話をしてくれるんですか。地唄舞って皆さんね馴染みないと思うんですけれども、うんうんうん、その江戸時代の後期から始まった踊りらしいんですけれども、うん、まあ、詳しくはね来週、うん、ご本人にお伺いしますけれども、その関西で広まった踊りで、うん、座敷舞と、まあ、皆さん多分江戸なんだっけ、時代劇とかで見たことはあると思うんですけれども、じゃあ何それは踊ったり自分で歌ったりするわけ。お三味線の地唄これね、うん、これそこから来てる地唄舞なんですけど、そのお三味線の生歌で踊るんです、うん、あ、なるほど。さっきの真田亭のね、うん、ライトアップや雅楽も良、うん、かったんですけど、地唄舞も同じように夜とっても綺麗で、ちょっと手前味噌ですけど、布袋屋でね、先日は踊っていただいたんで、その様子とかも交えてお話ししたいと思います。はい、ね、素晴らしい、大事、白沢初代さんね、はい、わかりました、はいはいはい、それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい。